こんにちは一般社団法人日本アンガーマネジメント協会代表理事の安藤です本動画ではアンガーマネジメントのポイントを簡単に解説していきますのでぜひ一緒にですねアンガーマネジメントを学んでいきましょうさあ今日はですねアンガーマネジメントの6秒ルールについて一緒に学んでいきましょう。 アンカーマネジメントというのは決して怒らなくなるということではなくて怒る必要があることは上手に怒れ怒る必要のないことは怒らなくて済むようになるというものでしたアンカーマネジメントでは怒ること自体は特に問題がないとは考えています実は怒りの感情というのは人間に備わっている自然な感情なんですね何のために備わっているかというとですね実は自分の何か大切にしているもの が危ない目に遭うときにそれを守ろうとする守ろうとするときに怒りという感情を使っています怒りという感情はまあ防衛感情とも言われているんですけれども自分の何か大切にしているものを守るために備わっている感情ですですから怒りそのものが自分にあること自体はこれはもう否定はできないんですねそしてそれを否定する必要もないです 私たちにはいろんな感情がありますけれども怒りもその中の一つのとても大切な感情ですですから怒りをなくそうとか取り除こうとか怒らないようにしようなんていうことは全然考えなくていいんですねただやっぱりですね怒りに任せて何かを言ってしまったりとか何かをしてしまうと 問題があるわけですね。そして怒りによって後悔をしてしまうということがよくあるわけです。ではどうすればいいかなんです。アンガーマネジメントという言葉を聞いたことがなくてもですね、なんかイラッとしたら六秒待とうみたいな六秒という数字を聞いたことがある方はもしかしたら多いかもしれません。確かにですね、私たちは六秒ルールというものをですねよく言います。 こうどんなにイラッとしてもですね。まずとにかく六秒待とうよっていうことを言うんですね。で、じゃあ、その六秒っていうのは一体何かというと。実は感情が生まれてから。六秒あるとですね。こう理性が働くようになるんですね。そうすると、理性が働けば。少しこう冷静になって、あ、そっか、これも言っちゃいけないなとか。あ、こういうふうに丁寧に伝えてみようというふうに考えることができるわけです。 逆に言うと6秒以内に何かしてしまおうとするとそれは怒りという感情にハイジャックされた状態で何かをしてしまうということになりかねないんですね。ですので怒りが生まれてからイラッとしてもですねどんなにイラッとしてもこれからは6秒待つということをやっていきたいんです。で、えーまあ、もちろん、えー、6秒で怒りがなくなるわけではないんですよ。 ですから、えー、6秒待ったら怒りが消えるではなくて秒秒ああれればば理性が働くくそんんななうにに考えてくださいいいじゃあ6秒待つためにはどうすればいいかなんですかでアンガーマネジメントがですね上手になってくるとまあ怒りが生まれてから6秒待つっていうのは割と簡単にできるようになるんですけれども初めのうちはちょっとしたテクニックを使った方が待てると思います。 なので今日は一つですね、6秒待つためのテクニックを、えー、今日二つだけお教えするんですけれども、まず一つ目です。一、えー、つ目は、えー、怒りの温度計というものを使います。皆さんはですね、これから怒りを感じたらですね、まあここにあるような温度計をぜひ頭にちょっと思い浮かべてほしいんですね。で、ゼロが穏やかな状態で、10が人生で一番強い状態だとします。 そうすると今どれぐらいの強さで起こっているかなって考えてほしいんです。怒りの感情って扱いがとても難しいものだと思うんですね。でなぜ難しいかというと、まあこれいろんな理由があるんですけれども、一番の理由はですね目に見えないからなんです。目に見えないのでどう扱っていいかわかんないんですね。なので温度をつける。 温度を考えるというのはまある意味一つのこう目に見える方法ではあるわけです目に見えるようにする数値として分かるようにするってものなんですね私たちは例えば気温ってありますね今日が暑いな寒いなというのはなんとなく分かりますが今日摂氏20度ですとか摂氏10度ですと言われるとなんとなく分かるわけですそれは数字として目に見えるので分かるわけですよね 体温とかもありますそれから体重とかもあります身長もあります血圧もありますいろんな私たちが普段感じているものを数字に表すことによって実は理解がしやすくなるっていうのがあるわけですですから怒りという感情に関してもですね自分が今本当のところどれぐらいの強さで起こっているか温度をつけてみるっていうのが一つの助けになるわけなんですね なので、先ほど言ったように、ゼロ穏やか、重を人生最大だっていうふうに設定して。今どれぐらいかな、三ぐらいかな、五ぐらいかな。っていうふうに考えることで、六秒待つ。っていうことをやってほしいんですね。で、最初のうちはですね、これ慣れてないと、点数がね、こう行ったり来たりします。例えば、これ五にすると、この前の八は高すぎるかなとか。逆に、これ五にすると、この前の一は低すぎたかな、みたいな感じで。 行ったり来たりすることがあるんですがずっとつけていくとですね徐々に自分の中でなんとなくのこう温度感っていうのが作れるようになるんですねそうすると対処の主要があるわけです例えば気温が20度で分かっていればどんな服を着ればいいか分かりますし気温が0度の時であればどんな服を着ればいいかがわかるように 自分の怒りがどれぐらいの必要さかがわかれば、何をすればいいかがわかるわけです。これがわからないとですね、もう怒ってるか怒ってないかのどっちかしかなくなっちゃうわけですね。そうすると必要以上にこう強く怒りすぎてしまうということにもなりかねないんです。ですのでこれからはですね、イラッとしたら温度計を思い浮かべて、今どれぐらいかなって考えてみてください。 でここでですね一つポイントがあるんですけれども実は私はさっき「0が穏やかで10を人生最大と考えてみてください」って言ったんです。じゃあ人生最大ってどれぐらいかなんですよ人生最大というぐらいですからこれまで経験したことないと思いますおそらくこれからもないと思います。それぐらい強い強怒りなんです,、ね、最大ですから,ですから最初のうちはですね少しこう点数をね 高くつける傾向があると思います。なぜならば自分が怒っていることというのは正しいと思っているからです。でもこれをですね、ずっとつけ続けてみてください。なんとなくですね、自分の中の温度感というのが分かるようになりますし、徐々にあれ自分そんなに怒っていなかったかなということで少しずつこう低い方にね点数って集まる傾向が、これね誰でもそうなりますので、えー、何十回もねぜひぜひつけてみてください。 でよく聞かれるのがですねとはいえ6秒って意外と長いとそんなに待てないんじゃないかあるいは誰かと言い争いになった時に6秒黙ったらですね言いかされてしまうんじゃないかっていうふうにね質問されることもあるんですがそれは、えー、心配がですね、まあ、全然不要でして今待てないと思っているのはそれは練習を今まだしてないからです。 これね練習するようになると6秒待つというのはすごく簡単になるんですねそれからじゃあ誰かと言い争いになったときに黙っていいのかっていうと別に相手を言いまかすことは別に目的ではないです自分が冷静になるために待つというのが目的ですからですから相手がえー何かを言ってきたとしてもまず自分は待てばいいそんな風にねぜひ考えてくださいさあそれからもう一つ 今日は「6秒広角アップ」ということでまあ私たちですね心と体がこうつながっているというのはなんとなく感覚でわかると思うんですけれども実は機嫌がいい時悪い悪って表情ににでですすねねこれ如実に出るんですねやっぱり機嫌が悪い時というのはこう眉間にしわを寄せたりとかですね下向きになったりとか口はへの字になったりとかしてこう厳しい顔になりがちなんですね。逆に 楽しいとき嬉しいときというのは口角はアップしますし眉毛は下がって笑顔になりますよねこれ怒っているから厳しい顔になる喜んでいるから楽しい顔になるとも言えるんですがその逆も実はできることが分かっているんですずっと下向いて厳しい顔をしているとだんだん機嫌って悪くなっていきます逆に口角を上げて 笑顔をずっと作っていると気持ちが明るくなっていくっていうのが分かっています例えばこれですねプロのアスリートなんかでもこういったことを実際使っているんですけれども例えばフィールドで失敗したときこそ背筋を伸ばして顎を上げて笑顔を作るんですね失敗を引きずらないためにですので私たちもですね普段あイラッとするなとかなんかブシャクシャするなと思ったときこそ口角を上げ 笑顔になってみてみくださいそして体が笑顔になることでフィードバックを心にしあ笑顔になってるんだから楽しんだっていうふうに思えるという仕組みが動くようになっていますですので、えー、イライラしている時こそそれから機嫌が悪い時こそ口角を上げ笑顔を作るということをやってみてくださいさあ今日のまとめです。今日はアンンガーーマネジメントの6秒ルールでした まず皆様これからイラッとして6秒あれば理性が働きますそのためにテクニックを今日2つですまず1つ目は温度計でしたイラッとしたら温度を考えてみてください本当のところ自分がどれぐらい怒っているか分かりますそしてもう1つは6秒広角アップですイライラしている時むしゃくしゃした時こそ笑顔を作ってくださいその笑顔が心に影響しますぜひこの2つを実践してですねアンガーマネジメント やってみてください。